演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちら業務スーパーのビストロカナッテとプリプリエビフライを食べたいと思います。どちらも美味しそうですね。これ見てくださいよ。ちょっと雑談に盛り上がってますけど、カナッテは色とりどりですし、エビフライもさすがエビフライで食べること自体なかなかないんですよね、実は。なので今日は食べられて楽しみです。ではカナッテの方、これなんだっけな、まあいいか、食べればわかります。いただきます。どちらもサクサク音がいいな。こういうのを待ってたんだよね。でもちょっと物足りない部分もあるな、これは。ビストロカナッテはこの3種類ともサクサクしたパイ生地の上に乗っているよく合ったトッピングですね。この中でもこのトマトモッツァレラがちょうどピザみたいな感じで、口の中でトマトの甘酸っぱさが広がってきて美味しかったです。モッツァレラはちょっと弱めかなという気もしましたが、トマトメインだと考えれば美味しいと思います。サクサク生地のピザを食べる感じです。リコッタ&ほうれん草はちょっとほうれん草が地味かなという気がしますね。もうちょっとほうれん草は主張しても良かったかなと思います。そしてこちらのパプリカのブラックオリーブはパプリカの甘みが口の中で広がってくるんですが、オリーブがちょっと食感しかないというような感じがしますね。まあ、そういうものなのかもしれませんが、自分はあまりオリーブを食べたことないので、オリーブオイルを使ったことはあるんですよね。でそんなことはどうでもいい。でもいずれもサクサクしていて生地がとっても美味しかったので本当におすすめできます。人気なのが納得ですね。というわけで全種類こちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのサクッとプリプリエビフライと書いているのですが、ちょっとプリプリっていうほどエビに弾力はなかったかなっていう気がしますね。確かに衣のサクサク感は美味しかったのですが、だからそのまますんなり入っちゃってエビの旨味は広がるんですけど、食感はちょっと物足りないっていう感じが否めませんでした。なのでちょっと直れしてる感があるかなということで、こちらの点数とさせていただきます。業務スーパーの冷凍食品、これ今後はこういうのも食べていきたいですね。それでは短いおかなブラックホール中は、ブラックホールの中は短いも何もないと思いますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。